戦争単元や昔話単元など経験や体験などで子どもたちの理解度が違う単元では事前にそのものの映像を見せたり語ったり実物を持ってきたりしましたか？授業をしていても知らないということを知っているという子が分かれてしまうので土台を同じにしてあげることはしましたか？はい、私ねこの質問すごく大事な大事なね、質問だと思いますね。こういうことに気づいている先生ってやっぱりね素晴らしい先生だなというふうに私は思ってこの質問を見たんですが、ね、それは絶対やった方がいいというふうに私は思いますね。ちょっと前の動画で、認知バイアスでね知識の呪縛っていう認知バイアスがあるんですよね。それ何かっていうと自分の知ってる常識っていうのは人も持ってると思ってしまうというバイアスなんですよね。で自分だけが持ってるなんていうかな情報のことを特権情報っていうんですけども、その特権情報を相手も持ってるっていうふうにもう無意識で思ってしまうっていうことなんですね。それをまあ認知バイアスで知識の呪縛というんですが、まあ、要するに子どもたちの実態を見ない状態になってしまうわけですよ。そうすると、まあ、今ねさっき話したそのゴンギツネもそうですし、まあ、どんどんその教材自体は古くなっているわけじゃないですか。私が小学校の時からあるんですからね、それからだってもう何年経ったの、すごい経ったわけじゃないですか、何十年と。それでもまだ出てるわけですよ。でその何十年のもう前の話ですね、さらにもっと前のできたのはね前ですから時代が全く違うわけですよね。だからそこを当然踏まえないとおかしなことになっちゃうわけですよ。ですから私もねよく やりましたね。その戦争教材なんかはまさにね戦争の体験なんか、まあ、もちろんこの授業してる私にも体験がない話ですから、ある程度バックグラウンド的なものがね必要な教材についてはそういうことをね映像で見せたりっていうのは当然しましたね。やっぱりその映像でもいいし写真でもいいし、まあ、もちろん本物が一番いいわけですけども、そういうものを見せることで言葉って結局経験と結びついて理解されますから解釈されますから、その実物を見てないのに言葉だけを知っていても本当の理解はできてないわけですよね。解釈ができてないわけですよね。雪を見たことのない人たちにね雪をどんな言葉で説明しても本当にその雪というものを伝えることはできないわけじゃないですか。雪の本物を見せるのが一番いいわけですね。降ってるところに行くのが一番いいわけで、まあできなければ映像があってね、そういう形でバーチャル体験もあるわけですので、まあ何らかの形でなるべく現実に近いものを見せるのがねやっぱりその言葉の力になっていくと思うんですね。で私ねまあ、これは当時ね追試して私も研究授業でやって邪道だというふうに批判された授業なんですけども、野口義弘先生が大蔵爺さんとかの授業で残雪がはやぶさんのところに突っ込んでくるシーンが感動的なシーンがあるじゃないですか。あれの本当の意味がわからない子どもが多いっていうんですね。それはなぜかというとそのがんとはやぶさっていうのがどういうだけその違う同じ鳥でもねどういうだけ違うものなのかっていうことで、わざわざですねそのくちばしですね、ガンは水鳥ですからこうくちばしが回るんですよね。でハヤブサってこの先がすごい尖ってるわけですよね。で足も違うわけですね。水鳥ですからガンはこうね泳ぎやすくこうなんかついてるんですよね。だけどハヤブサの方はこう尖った爪をしていて、でそういう絵を実際見せるんですよ。でそれを見せることでこんなに強そうなハヤブサのところに残雪は突っ込んでったっていうふうに、まあ、その事実を知ることでよりその勇気がクローズアップされるわけですよね。ですからそれを見せないで要するに子どもたちの多くはガンもハヤブサもあまりよく知らないわけですよね。でそうやって絵を見せることによって解釈が深まる。それはなぜかというとその言葉に対する経験の層が厚くなったからなんですね。だけど当時私はそれで授業した時に研究授業でこれふざけてやってる授業なのかっていうふうに言われるぐらいですね批判されたんですね。言葉で勝負しろって、ね、書いてある言葉だけで勝負しろって。でもそうじゃないんですよね。やっぱり事実があって言葉があって解釈がされるので、だからその当然ですねその言葉の経験の違いっていうのはある程度、まあ、全部は無理ですけどある程度埋められるところは埋めてあげる方がいいんだというふうに私は思ってるんですね。ですからこの質問はすごく私はねいいなと思ったんですよ。だからできるだけその、まあ、今残雪の話でしたけどもその時代背景的なものはやっぱり映像で見せるっていうのは一ついいと思いますしね、戦争教材って毎年必ず夏に出てきますからね、どの学年もね。それを扱う時には、まあ、ある程度学年に応じたものを見せていく必要はあると思いますし、先ほどここに出てくるね実物っていうのもねさっきのあれですねはやぶさの実物を持ってくる方がもっといいわけですよね。だからその言葉っていうのが経験と結びつかないと解釈はされないんだっていうことがね、まあ、分かってない人はねなんかその物を持ってくるのは邪道みたいな、文学に対する邪道だみたいに思う人がね当時はいたんですよね。
まあ、同じような話でね、皆さんこの本読みましたかね。これもね YouTube で吉田先生たちとちょっと批判したんですけどね、誰が国務力を殺すのかっていう本が出てるんですが、この本の中の一番最初にねゴンギツネが取り上げられているんですね。でゴンギツネの葬式のシーンがあるじゃないですか。お母さんが亡くなって、まあ、近所の人が集まってね何か食事作ったりしてるシーンですよね。でこの中に表のかまどで火を焚いています、大きな鍋の中では何かグズグズ煮えていましたっていう部分が出てくるわけですよ。でそれを子供たちが死んだお母さんをお鍋に入れて消毒しているところだとか、死んでるお母さんを消毒しても意味がないから燃やす代わりに煮て骨にしているんだとか真剣に話し合っていたというのを取り上げて、子供たちが言語力がね極めて落ちてるっていう話をしてるんですけど、そうなのかなと思ってね、それまたあの動画見てほしいんですけども、そうじゃないと思ってるわけですね。要するにそれはまさに知識の呪縛で、こう書いたんですよ、その石井さんがね。常識的に読めば参列者に振る舞う食事を用意している場面だと想像できるはずだってこう断言してるわけですね。だけど常識的に読めばって、この常識だと思っていること自体が知識の呪縛なんですよ。今の子供たちはその何十年も昔のねそのお葬式の場面がね想像できるわけはないんですよね。今のお葬式なんて全然違うじゃないですか。近所でわーって集まって何か作るなんてことも減ってますしね、どっかの葬儀場に行って、まあ、そこでやることが多いわけじゃないですか。だからねそういうことなんですよね。またその経験と結びつけなきゃいけないと思うんです。だから、まあ、今月ねのこの葬式のシーンがあるならばね、まあ、先生がこれはそういうシーンなんだよってやっぱり教えてあげればいいんですよね。解説してあげるのが一番いいと思うんですよね。あ、それと関連してね、あとあれもそうですね、算数なんかでね最近そのみんなカード決済だったりペイペイとかね、だからお釣りの概念がだいぶなくなってきたって言うんですね。で算数の問題ってお釣りっていう概念をすごく使うじゃないですか。だこれなんかも子供によってはねこれからお釣りって何っていう子がね出てくる可能性あるわけですよね。だからそういう子供たちが何を今は知ってるのか、何を知らなくなってるのかっていうのはやっぱり敏感に感じ取れないと知識の呪縛が起きて授業で失敗するってことはね、もしくは知らないようなね、こちらが考えてもないようなさっきのね鍋と一緒で解釈を子供が知ってる可能性があるので、これは結構慎重にやっていく必要があるなと思いますね。まあそうやってね、なるべく土台を同じにするということですよね。経験の層をなるべく厚くしてあげるっていうことが国語の授業でも必要だというふうに思います。